こんにちは、兄様です。今日はねちょっと動画を最近サボり気味で紹介したい武器がね増えてきてしまったんですよね。なのでまとめて2本紹介していく贅沢な回になってます。キャーすごーい、贅沢すぎて倒れそう、やめてー、こんなのもどうしたらいいので、使っていく武器はパイプリボルバーとパイプライフルをね使っていきます。多分お世話になった方は多いはずですね。最初の頃に使ってたよーって方は最後まで見ていってください。特にねお得な情報はありません。まあ今回の武器は似てる武器になってますよね。ただリボルバーはライフルマン系のパーク、パイプライフルはコマンド系のパークになってます。じゃあどうすんの、しっかりしてくれよって思いますよね。パーク入れ替えたらええがな、ただそれだけのことよ。なあもう心配な、うまくできとるよこのゲームは。パーク入れ替えたら全て解決するんやから。できるだけダメージ上がるようにパークは積んでいきますので、みんなはそれを真似してくれたら OK なのです。最近は寒くなったりね暑くなったりしてるんですけど、現実世界もパーク入れ替えてね適応できたらいいのにって感じですよね。マジで今日寒い、すごい寒い、どうしよう。パークカード発動、だんだんの日。はい、じゃあ今日使っていく武器ですね、処刑人のパイプリボルバーライフル、爆発と耐久弦が入ったものになってます。ダメージは229、むちゃくちゃいい感じのダメージが出そうですね。改造はハードレシーバー、アラインロングバレル、アラインストック、リフレックスサイト、サプレッサーになってます。じゃあもう一本の方見ていきましょう。チヌレのパイプライフルになってて、爆発とアジリティがついたものですね。改造はパワフルオートレシーバー、アラインロングバレル、フォースルストック、ドラムマガジン、リフレックスサイト、サプレッサーになってます。パーク見ていきましょう。 S ストロングバック、バンドリア、ブロッカー、 P ライフルマン、タンクキラー、マスターライフルマン、コンセントレイテッドファイヤー、エキスパートライフルマン、E ケムファインド、ファイヤープルーフ、ラジクール、 C ストレンジンナンバーズ、テンダライザー、 I ファーストエイド、ナードレージ、バッテリーズインクルーデッド、デモリッションエキスパート、 A マスターガンスリンガー、カバートオペレイティブ、ガンスリンガー、エキスパートガンスリンガー、スニーク、エスケープアーティスト、ガンフー、 L ブラッティーメス、ベタークリティカルズ、セレンディピティ、クラスフリーク、スターチドジーンズ、クリティカルサービーになってます。パイプライフル使うときはですね、コマンド系のパークにまた戻しますんで、その時はねまたパークカードを移していきます。レジェンダリーパークですね、 PALIS、 そしてフォロースルー入れてます。今回は最初雑魚的にリボルバーを使ってやっていくことにしましょう。パイプライフルは中盤くらいから最後またイベントこなす予定なので、その時にでもね使いましょうか。意外にね使える武器になってるんで、伝説効果でいいものが出たら使ってみるのもいいかもですね。強いかどうかって聞かれたら答えに困る。強くもないし弱くもない。使い勝手はどうなんだい？どっちでもないっていうのが大きな特徴ですぜ。ですぜって言ってしまった。じゃあ今日はパイプ系をね使ってワールドを駆け巡ります。じゃあフォールアウト！はい、どうも兄様です。やっていきましょう。基本的にもうサプレッサーついてるんで、2つとも武器はステルスでやっちゃいましょうか。こいつらに、ね、関してはどうなんやろうね。そこまでダメージ出ないし6発なんでちょっと厳しいものがあるかもしれんけど、おやばいんやないこれは。あで処刑人なんで4割切った時のダメージは半端じゃなく出てくれるはず。やっぱりね455いい感じ。さてスーパーミュータントに行っちゃいましょうか。あんましね、うお766、これ2発ではやれるね。オッケーオッケー、628いいダメージが出てますね。ちょっとおいでこっちに、出てきた出てきた。で相談数6発なんで、まあしかもね1発ずつ装填で途中でね打ったりできないんで、そこだけは気をつけてやっていきたいですね。あの敵に囲まれてる時は特に注意したい。1000ダメージ出てる、1000ダメージ。まあ処刑人なんでねそこは出るでしょうってところですね。あとは奥か、あ手前に1匹いるね。ほら1074、やべえこれは。あと2体ぐらいいそうですけど、やばい。 OK いけた。でコンセントレイテッドファイヤーをね3つで今日入れてるんですけど、その理由っていうのが、まあオートライフルとかじゃないんで
パン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 撃てないんですよね。なので一発である程度命中率が上がってくれるようにコンセントレーテッドファイヤーは3つで入れてます。はい、マイヤラーククイーン60レベルですね。頭狙っていきましょうか。うわーマジ伝説級やん。これいけるかな。いや、やばいような気がするな。ちょっと敵の体力が4割切るまではかなり厳しい戦いになりそうで、 AP のね消費っていうのはあんましないんでいいんですけど、ちょっとどうしようかな。まさかの、あ、やばい、やってしまった。よし、リベンジですね。行きましょう。こいつはなんで回復してるんやろうね。途中からなってくれないのかな。で、さっき途中でなんかバレちゃったんすけど、バレた理由っていうのがライトがついてた。やっぱりクリティカルとライトのボタンが一緒っていうのは困るね。あとね、ちょっとナードレージが今発動してないんですけど、後で発動させます。いやー、ここ上に登っとけば最強なんやね。最強ポジション。敵の体力が4割切った時にダメージ上がっていきます。その時のダメージを見てみましょう。これぐらいかな。あ、いや違うか、まだ。くっそ、こいつ回復しやがったな。ちょっとなかなか、ちょっとマイヤラーククイーンに使うのは厳しい武器かもしれん。他のね、雑魚敵、ゾンビとか、ゾンビじゃねえや、フェラルグールとかスコーチとか、そういうのに関しては全然やっていけるんやろうけどね。スーパーミュータントとか。ただこいつの、しかも伝説級っていう、お、531、629、いいダメージっすよ。いった、いけた、やれた。100レベルどうしよう。さあ100レベル来ましたよ。100レベルに、ちょっとね、なかなか外れてくれるのがうざいっすよね。外れてくれるのがって、外れるのがうざい、弾が。ただむちゃくちゃいいダメージは出てる。これはいい感じで倒していけるんやない。あ、ちょっと突っかかってる。421でしょ。これぐらいから4割か。え、こいつにはバレてんの、もしかして。おいおいおい、マジかよ。おい、2匹来てんじゃねえかよ、スコーチビースト。600入りましたね。500、いや、ちょっと待って、バッツがあいつに合うよ。しかも伝説じゃないか。俺が倒す。おっと、俺が倒したのかな、今のは。どうなんやろ。こいつ、くっそ、いきなり来やがって、マジ邪魔。460、587、これは結構いいダメージが入ってるやん。ちょっと待って、2体も来ると思ってなかった。なんでこういうなんかちょっと使いにくい武器を使ってる時にこいつらはまとめてくるんや。マジ空気読んでほしいよね。お、やべ、バツ外れてた。いやー、これやばいかも、ね、これ体力もやばい。ちょっと、へい、ちょっと移動しないでもらえないと、もらえないとっていうか、移動しないでほしいな。ちょっと366460、まあいけたでしょう。いけました、やりました。次行きましょう。はい、じゃあ発光ベヒモスちゃんに行きましょうか。とりあえずベヒモス2体倒し終わったらパイプライフルにちょっと切り替えようかな。パイプライフルの方に、その時またパークをちょっと移していきますね。さあこっからですね、行ってやれ。939、いい感じ。あ、そうそう、言い忘れてたんですけど、この武器っていうのはピストルのガンスリンガー系も一緒にパーク乗ってくれるんで、まあ、使ってダメージ出していきたいよって方はガンスリンガーもね一緒に入れてるといいですね。ライフル仕様なんですけどね、ガンスリンガーで一緒に上がっていっちゃいます。お得な武器ですね。お、前後運動してるの、前後運動してるじゃないか。ちょっと発光ベヒモスって100レベルなんやね。あんま注目したことなかったな。 OK、 もうね、多分3発ぐらい打てば 80% ぐらいにはなってくれるね、コンセントレイテッドファイヤーのおかげで。なかなか、おうおうおお、なかなかいい感じで上がっていってくれる、命中率が。お、あいつ伝説やん、絶対倒す。ああいうやつ逃げていきますよね時々。おい、どこ行ったよ。
あれどこ行った本当に。あれ、向こうに行ってる。ちょっとなんで、あれ星1個じゃなかった、さっきのやつ。あれ星1個もいんのかな、どっかに。オッケー、回復途中でもバンと一発でやれたね。はい、じゃあ今からね、コマンド系に変えてパイプライフルの方、オートパイプライフルの方使っていきます。で、 P のところコマンドを入れてコンセントレーテッドファイヤー1つにしました。エキスパートコマンド、グランドパウンダー、マスターコマンド、タンクキラーですね。で、アジリティのところ、ちょっとミッション完了になったけどうるさいな。カバートオペレーティブ、スニーク、エスケープアーティスト、ガンフ、アドレナリン、アクションボーイですね。よし、やっていきましょうか。とりあえずね、攻撃としてはどれぐらいになったんやろ。116、なかなかいい感じじゃないですか。116あれば。じゃあやっていきましょう。なんかと戦ってんのこれ。おお、伝説級じゃないか君。ほら、いいダメージ出ますよね。どうですか、200ちょいは出てくれるんで。いいよいいよ。しかもこの音が好き、マジで音がいい。チャカ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 っつー音、チャカ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 。近づいてこないで。ほら、全然ね、倒す速度っていうのは遅くないんですよね。オッケー、終わり。ちょっと待った待った待った、ちょっとまだどこに、どっかにいるはず。なんか目の前にデスクローがいるんで、デスクローをやっちゃいましょうか。こいつ腹が弱点でしたっけ。オッケー早っ。オアスプのゴルフクラブに到着しました。で、爆発ついてるんで多分バレていくんですけど、バレていくっていうかバレるんですけど、まあそこは仕方ないですね。こいつの威力を見せてあげましょう。お、ちょっと待って、優先的に狙ってほしいな、近づいてきそうなやつを。まあでもさばけるね、やっぱりパイプでもなかなかさばいていける。あとどこいる、あ、寝てるやん、あそこ。いや強いな、302ダメージって普通に考えて全然やれるダメージが出てるよね。え、どっから今攻撃されたん。いいよいいよ、普通に戦っていけるパイプ。あ、伝説いるじゃない。伝説は大好きですよ。終わったかな、ここらへん。ゾン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 ピーゾンゾンピーゾンゾンピーゾン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 ピーゾンゾンピーゾン。ゾンビじゃないんやけどね。おい、なんかこれ視点がおかしいぞ。あ、危ない、視点がおかしいぞ。オッケー、次イベントに何か行きましょうか。あ、危ねえ、イベントに行きましょう。イベントにさっさとここ出ちゃいましょう。さあ、じゃあジェイルブレイク、まあ東部刑務所のやつですね、やっていきましょうか。あとね、なんか中庭を通って屋上に登るってことなんで、登りたいけどスーパーミュータントが半端じゃない。え、これは何、タレットを修理する。あ、いや、タレットは修理しなくていいかな、襲撃開始まで。あ、これはレーザーガンのあれじゃないな、イベントじゃないな。あ、ギャング、マッドドッグマローンのギャングっていうのはスーパーミュータントのことを言ってんの。このスーパーミュータントたちを倒していけばいいんやろ、結局のところ。お、おるやんけ、下に。500発で足りるイベントかなこれ。来た来た、マッドドッグのギャングで。各キーカードのやつはどこ行った。お、来た来た。あと、この中か。こいつでもマッドドッグマローンのギャングって書いてなかったな。じゃあ修理するか。めんどくさいな。修理しましょう。修理。もう材料がもったいないよね。材料が。これ最初から生きてた？これ。タレットの修理は今してるからちょっと待ちなさい。そんで、あ、来た来た、マッドドッグのギャング来
たきた。こいつらを結局倒していけばいいんやろ。パレットはオプションって書いてるもんね。あ、おったおった、ここら辺か。 OK。 あ、ここにもおるやん。結構これは敵が来るね。ただ伝説級とはまだ一匹も合ってないよ。マッドドッグのギャングいました。マッドドッグっていうやつは来んのこれ。どうやろうね。ちょっと全然当たってねえやん。オッケー。ちょっと核キーカードのやつもね気になってるんですよね。核キーカードのあの飛行物体も、あとこの上やろ。修理しておいた方がいいだろうなっていう言い方がムカつくんで、今回はもう修理しない。どこにいんのこれ。あ、おったおった。あとマッドドッグマローンのギャング、スーパーミュータントがドアに到達する前に倒す。あれ終わったよ。なんか終わった。ジェイルブレイク、報酬もちゃんともらえたってことは完了できたってことやろね。ちょっとあんましわからんかったこのイベント。じゃあ最後グラフトンモンスター行きましょうか。はい、グラフトンモンスターですね、行きましょう。いやー、やっぱ使いやすいね。じゃあ戻ります。よし、戻ったよ。やっぱり使えないことないんですよね、このパイプ系の武器って。いいのないけど無理して他の武器使ってますっていう方もちらほらね、僕の耳には入ってきてます。僕は全部知ってます。これはね、最終警告ですよ。まあ使えないことはない素晴らしい武器っていうのが伝わったと思うんで、今日は良かったかなと思います。今回は豪華に2本武器使っちゃいましたけど、パークを入れ替えなきゃいけないのがちょっとね面倒でしたね。でも使うときはできるだけダメージ出るようにやった方がいいと思うので、入れ替えてね使ってみてくださいな。それではまた、ニース様でした。